ルージュバックは日本の競争馬である。2015年キサラギ賞、2016年エプソムカップ、毎日王冠、2017年オールカマーに優勝した。牝馬でありながら重賞勝ちは4勝すべてが混合戦である。9月28日の2歳新馬でデビュー。上がり3ハロン32秒8の末、足を繰り出して優勝。 続く百日総特別では2歳、コースレコードで優勝し、2連勝となった。2月のキサラギ賞から始動。直線で前を捉えると2着ポルトドー遠イユにー審査を、つけて、優勝、重賞初勝利となった。頻馬によるキサラギ賞制覇は1964年のフラミンゴ以来51年ぶり。当時は砂線2 0 0メートルでの試行であり、芝コースで行われるようになって、 以降では、初の牝馬による優勝となった。トライアル競争には出走せず、大花賞へ直行。単勝1.8倍の一番人気に支持されたが、超スローペースな上に終始馬群の中で窮屈な、競馬になり松足が、不発、9着に敗れた。大花賞に続いて一番人気となった、優秀牝馬ではこれまでとは違う先行作を見せ一時は、先頭に立つが、 ミッキークイーンに差し切られ2着に敗れた。出走予定だった札幌記念を熱発により回避。体調が戻りきらず、週箇賞も回避した。約半年ぶりの出走となったエリザベス女王杯は4着、有馬記念は10着に敗れた。初戦の中山牝馬ステークスに一番人気で出走。道中は、 好位で追走し直線で一旦は先頭に立つも、シュンドルボンに交わされ2着。その後5月のビクトリアマイルでは、クリストフルメールとコンビを組むも5着に終わる。6月12日のエプソムカップでは、中段でレースを進めると直線で一気に抜け出し、後方から追い上げてきたフルーキーに2新本差をつけ、会場、キサラギ賞以来の重賞制覇を飾った。秋初戦の毎日王冠は、 道中後方を追走し、最後の直線で、アンビシャスとの一騎打ちを制止重賞3勝目を挙げる。毎日王冠の牝馬優勝は23年ぶり。しかし、天皇賞は7着、ジャパンカップは9着と振るわなかった。初戦の金シャチ賞は8着、5月のビクトリアマイルは10着と、制裁を欠いた。秋初戦のオールカマーは、道中行為の4番手でレースを進めると直線で、 ババの内をついて、足を伸ばし、ステファノスに、ハンバ審査をつけ重賞4勝目を挙げた。この時、4コーナーで外側に車行したため4頭の進路を、妨害し、起乗していた、北村博士騎手は、開催2日間の起乗停止処分を受けた。11月のエリザベス女王杯は、ビブロスに次ぐ2番人気に押されたが、スローペースになき急着に終わる。引退レースとなった。 有馬記念は10番人気と評価を下げるも豪着と検討した。翌2018年1月5日付で競争馬登録を抹消。引退後は農ンファームで繁殖入りする。ありがとうございます。